さん、先ほど実際にあやめの声もやっていただきましたけれども、ご自分の今回のあやめ役で、はい、ここは特に注目してほしいなって思う。私ですか。はい、例えばシーンですとか。いやセリフで頑張ったところとか。 ありがとうございます。もうでも本当になんていうんですかね、今回私もテレビ見させていただいてますけども、テレビはまたテレビの良さがありますけど、今回は特にこの大スクリーンでならではのっていう景色や私の世界観、私はちょっと美食の幻の美食を守っているという役なんですけども、そのあたりの景色と皆さんの背景というものを、この辺を楽しんでいただきたいなと思います。全く違うこういう惑星があるんじゃないかという想像がこうなんかたけて、劇場出られる頃には本当に今日おいしいもの食べたいねと皆さんの笑顔が見えるような気がしますので、はい、その全体を楽しんでいただきたいです。ありがとうございます。まやさん、今回声優の皆さんとお会いできるのが楽しみだったというふうにおっしゃっておりましたけれども、はい、せっかくなので何か聞いてみたいことございますか、声優の方々に。そうですね、いろんなこと聞きたいんですけど、よく友達から頼まれてしまいますか、会わなくていい電話の声だけでちょっととかいうお頼みありますか。声的なことですか。なんかやってください。声頼みとかお休みって言ってくれとか。お休み。なんかそういうのですか。なんか普通の頭ですいません、なんかそんな気します。なんか疑似でいいから愛してるって言ってくれとか、はい、なんかそういうお願いとかないですか。だからトリコのキャラクターで愛してるって言いにくいんですけど言う対象があんまりないんですけども、世界一のいただきますとごちそうさまが綺麗だと私は思ってるんですけど。ありがとうございます。ぜひ頼まれたらどこでも言います本当に。でもどうですか。そうですね、なかなか恋愛対象のキャラクターじゃないので僕、トリコがトリコですよ。多分ココとかはね結構そうですねって言ったらいやそれは否定できない否定できない、ね、ところあるかもしれませんけども、まあでも友達のお子さんとか、うん、はい、絶対やってようになりますよね。初めはピンとこないんですよ、ね、そのアニメのキャラクターが喋、ね、ってると思っているので、ココはココが喋ってると思うわけじゃないですか、はい、それを僕がやるんで、なんかこう、なんて言うんでしょうね、戸惑ってるんですよ、お父さんをこうなんか様子がおかしくなってきたみたいな、その経験はありますけど、はい、全部ではないんですか。僕も恋愛対象のなくて渋い声、お子さんが結構好きみたいなんですけど、うん、ね、ありがたいことに、まあ、僕はでも女性の方に支持されてモテたいなんだそれ。モテたいですか。モテたいです。幸せなご家庭があるとさっきお聞きしたところなので、そこそこ今、はい、まだ独身なんですよね。ありがとうございます。おもてになるんですか。いやいや、そんなこと皆さん の代表しておもてになるんですか。いやいや、もう持っててたらもうとっくに嫁いでおり、嫁いでおり、嫁ぐんですか。やめろちなみにどんなタイプが社内恋愛はないですか。社内恋愛は、社内ブース恋愛はないんですか。ブース恋愛、いやなかなか聞けないよこのトーク。もうずんずん行っちゃいます。行きましょう行きましょう。はい、畑がちょっと違うので聞きやすいです。どうですか。役者さんってこう強い方が多いじゃないですか。女性も多いですよ。多いですか。多いです。それ全般にですか。声優さんのことですか。全般にしといた方が安全かもしれない。確かに否定はしないですけど、だから普通の方が、まあそうですね、可愛らしい、もう素朴な方がいいですね。ああ、はい、そうですか、そうですね。さっき楽屋で話した話ですよ。いやいや、そうなんかさっき楽屋とかそういうのないですから、ちょっと今嫌な汗がみんなさん大切な喉なのに痛まってますよ、一応。いや、もうもちろん、でもね、いい声になるには、でもいい声になるには逆に何を食べ飲まれてるとか食べられてるとかないんですか。僕は金柑だみたいな。何ですか。すいませんすいません。一生懸命今なんかこう喉に良さそうです、ね。はい。あ、僕はファンの方が差し入れとか、プロポリスとか。あ、やっぱりプロポリスね。あの辺は定番。最近注目されてますね。はい。大根、大根ショウガ、ハチミツとか、ああいうものとかもやっぱり喉にいいなっていう話はありますけども。めちゃめちゃ素人っぽい質問してるでしょ、私。大丈夫ですよ。いや、本当に聞きたいこと満載だったんです。ちなみに僕はカレーが好きです。刺激ですね。刺激ですね。僕にはとっても効きますね。はい。素晴らしく、
ものすごい頑張って喉からかいだってもカレーを食って癒すっていう。いい声なんだこれが。幼い頃からいい声でした。おぎゃーみたいな、そういうそういうことがないですか。一応子供らしい高い声でしたよ。本当ですか、はい、でもいつからそのビロードのような声になったんですか。それ先輩の受けるだろ。そんな昔からですよ。いつぐらいからいい声じゃないかって感じました。感じてません。まだ感じてません。あ、本当ですか、はい、自分の中 のとってもいい声を出そうと頑張ってますけども、まだ理想のいい声じゃないです。まだ理想が高いな。ゼブラさん、すごい話ずれました。あ、いいです。ゼブラさん、僕はそうですね、寝起きの声が一番いい声なんで。今違うよね、寝起きじゃないよね。そうです、寝起きの声が、うん、下ネタだ。なんだ、ね、やめて。やめましょう。そうです。なんで、まあ、収録のギリギリまで寝るよ。寝てます。寝てんのかい。はい、今沖合さんはカレーが好きって言ってたっていうことは、はい、食のほどはカレーですか。そうですね。僕はもう大体ご褒美にもカレーだし、まあ、大体日常的にカレーを食べてます。ね、みんなカレー好きだよね、子供たちもね。そんな強引に。一緒だって、トリコと。さあ、じゃあ他の人にも聞いてみようと思うんですけど。王道の何か食はございますか。王道の食は、はい、俺はやっぱりその妻の作る料理が新本なんでね。松田さん、衝撃場と間違えてる。お芝居じゃないですか。すいません、ブリ大根で。美味しかったですね。でも松田さん、はい、ほらね、お子さんもね、生まれて、はい、1ヶ月です。食も結構きね、固定で。いや、まだその何ミルクなので、はい、別々なので、なんか恥ずかしい。出れんなよ。調子に乗ってんじゃねえぞ。どっちだよ。お子さんの受けがいいな。モテたい。まだですか。でもじゃあ食卓がさらに雰囲気が変わりましたね。うん、そうですね。これから楽しみです。恥ずかしいな。そうですか、はい。おめでとうございました。皆さんは、はい、食の中のご自分の王道というのは何でしょうか。なんか調理したグリルしてしまったものよりも、本当食材そのものの新鮮ないいお野菜とか好きなんですよね。私トウモロコシが大好きで、このトリコさんにも出てくるんですよね、はい、20階ぐらいのビルがあるトウモロコシっていうのがあって、うんうんうん、私本当にあれがないかなって家の近くにって思います。きっとありますよ、探せば。私あんまり好きで、体からトウモロコシが生える夢見たことあるんですけど。体から生える、はい、こっから出るんじゃなくって、私の体にこう全部こうついてる感じで、自給自足でボロ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 ってやって、食べて食べてって夢見たことあるぐらい。食べてはまた出てきて、はい、はい、美味しそうですね。トウモロコシ人間ということですね。はい、そうです。私がトウモロコシ人間。彼が毒人間なら、マヤさんは私がトウモロコシ人間。そんなセリフないですか。面白いですね。桜井さんは。僕はお米屋さんの息子さんなので。息子さん、長男なんですけども、やっぱお米にこだわりが、はい、ありまして、まあ実家で精米したものを送ってもらって食べてるんですけども、お寿司が好きなんですよ。一番お米も美味しく食べられるし、食材も、はいはい、生に近いフレッシュな状態で食べられて、うん、だから僕もさっき沖合さんがちょっと食べさせてもらってるのを見て、横から奪い取ろうかなとか、そうしたらみんなびっくりするかなとか、そんなこと考えながらですね。するよね。羨ましいなと思ったんですけども、結構お寿司が僕はご褒美だったりします、はい。ちなみにご出身どこですか。何米になるんですか。あ、愛知県なんですけども、やっぱりコシヒカリ、うどん沼のコシヒカリとかが、まあベタではありますけども、いやいやいや、美味しいですね。美味しいございます。そうなんですよね。結局はね、鮮度と本当に育て方が良かったら、本当食材のまんまの方が良かったりしますよね。そうですね。監督は、あ、僕で
ですか、はい、知りたい。監督何食べられるの？僕はあのおにぎりと味噌汁がいいなってあのもう制作状況過酷な中で進行さんとか担当さんが差し入れしてくれる。裏の話はいい。おにぎりと味噌汁を食べながら生きながらえてきたんで助けられました。それがベスト。なるほど。そして素晴らしい映画ができたわけですね。1週間ぐらい出てなかったりとかあんま言っちゃいけないんじゃないですか。それぐらい頑張って作った、はい、頑張って作ったんですね。穏やかですよね、いつも。あ、そうですか。あ、よくなよなよしてるって言われますけど。すいません、監督がこんなで。なんか教会に行ったような気がしますあ、それはわかります。あ、なんかたまに祭壇にこう立ってて、こうなんか、はい、聖人さん聖なる人の牧師さんを言ったつもりだったんですけど、今こっちになっちゃった。すいません、こっちとか言うことないし、本当にすいませんでした。失礼しました。ありがとうございます。あっという間にお時間が過ぎてしまいまして、はい、はい、では最後にせっかくなので、まやさんとおきあゆさんから今日ご来場の皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。じゃあまずはまやみきさんからお願いします。はい、劇場版トリコ、今日も、ちっちゃなお子様から、大人の方までいろんな方が、来てくださってるんですけども、私こんなに私兄がいるんですけども、少年ジャンプを盗み見て育ったからこんな性格になったんですけども、ドヒャーとかアリャーとかウォーとかいう擬音が大好きで、少女漫画にないものかってずっと思ってたんですけども、それは割とコアだと女では言われてたんですけども、そこの部分も保ちつつ、そしてでもそれが女性が見ても楽しいなって思ったのは、結局大スペクタルにアドベンチャーな感じで広がっていくことと、まあ、とにかく何を言ってもグルメが食べると食するということが非常に楽しいんだということが目から耳からもう全て入ってくる作品だと思いました。いろんな方に広げていただいて、いろんな方で見ていただきたいなと思ってます。そして劇場出るときには絶対に今日おいしいもの食べ行こうねってみんなで話になると思います。今から楽しまれてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では最後におきあゆさん、よろしくお願いします。はい、トリコ劇場版トリコ、美食神アカシアのスペシャルメニューということで、ぜひぜひ皆さんに、テレビをいつもご堪能いただいていると思いますけれども、それをね、上回るスケールの劇場版、ぜひスクリーンで堪能していただきたいと思いますので、楽しんでいってください。よろしくお願いします。皆さんと一緒にですね、いつもトリコに言っている僕が冒頭に言いましたセリフをですね、言っていただきたいなと思いますけども、よろしいですか。よろしいですか。じゃあいきたいと思います。この世の全ての食材に感謝を込めて、せーの、いただきます。よろしくお願いします。